入って。はい、テロップ書きます。24時まで。よいしょ。よいしょ。キャキャリオフィア、キャキャ、キャ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 。メール返信してきました。お、ありがとう、読むね、メールの返信。またお邪魔します。あ、ヤッホー、また。またお邪魔します、お邪魔されます、遅くまでご苦労様です。こちらこそご苦労様です。この配信も歌ありですか？この配信も歌ありですよ。めちゃ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 歌いますよ。テロップ入ります。ナングラとは、NMB のね、なんか大喜利企画です。はい、今回のお団はお団じゃないお団子みたいなやつだ。今回のお題は今年今世紀なんか大ヒットするかき氷は何でしょうっていうお題なんですけど、皆さん、私は何も考えておりません。あ、なおやさん、かき氷ありがとう。かき氷もらったら何しようかな。じゃあもう好きな曲歌おう。かき氷歌ったらもらったら、かき氷もらったら、じゃあ、待って、めっちゃ考えてた。かき氷もらったら何がいいと思う？あ、ゆうじろうさん、いつもありがとう。夏到来、今年大ヒットするオリジナルかき氷の絵を描いてください。何も考えてないよ。大栗が大栗もやばい滑舌が、大喜利が得意なんですね。なるほど。今世紀は約100年のヒット。めっちゃ大ヒットしすぎる。大ヒットやばい。今年大ヒットするなら今世紀になっちゃった。ノープランです。でもあのノープランっていうかノープランだけど、ノープランじゃない、あのね、なんだろう、なんて言うんだろう、あの今流行りのものを載せておこうっていうのは前の配信で決まったんですよ。でそっからが決まらない。今流行りのものだから、流行らせたいもの。え、待って、流行った食べ物乗っけてた誰だ？レ誰だろう。レがね、2人いるんで、レーポンは除いて、レーナとレーニャとレーオがいるんでね。先を越された、もしかして。待って、かき氷もらったら何歌おうかな。かき氷もらったら、世代交代前夜公演で好きな曲にしよう。決めた。じゃかじゃ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 んじゃじゃん、じゃかじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん。はい。マリオが背中を押した子、あれやん、レーニャやん。クソ、レーニャに取られた。もうレーニャに取られた、取られた、レーニャに。クソ。じゃあどうしよう。あ、じゃあ NMB のNMB のニューシングルが載ってるとかどう？あ、
タルパンさんかき氷ありがとう。ねまつげのエクステとネイルで武装してじゃん。はい、あそこ一番好き。まつげのエクステとネイルで武装して、ありがとうタルマンさん、あそこが好きな歌詞ですね。リオピおわびで投げます、ありがとうのよさんかき氷。じゃあね、どうしよう。毎日昼まで眠るだけ、かき氷かきます。まずお皿かいとこ、お皿お皿かきます。じゃんじゃんじゃん、はい、お皿かいた。お皿、じゃあ何乗せる？ NMB48 のシングル乗せとこう。どうどう、ニューシングル今年大ヒットする、だから今年大ヒットだよね、違うっけ。ゆきのんが寝てるところはさゆきの空だから、学校に、あ、これはダメだ、まだ歌えない、まだ歌えない、まだ歌えない。あ、なおやさんかき氷ありがとう。学校にいたっての前だから、やりたいことなんてあるわけないしね、学校にいたって意味なんてないしです。そこがゆきのがこうやってやってるところ。CD 乗せて食べれるの？ CD 乗せて食べれるよ、 CD は食べれるよ。切り替え。よし、殴る、書くぞ書くぞ書くぞ。冷やし中華でも乗せとくの強いし、あー冷やし中華ね、冷やし中華ね、冷やし中華ね。でも今年大ヒットしなさそうだな、冷やし中華は。もうずっとヒットしてるから、高級感と出る器、器かけた、器ラーメン乗ってそう。ね、ラーメン入ってそう。段乗せます。逆に全く何も見えない氷、かき氷食べれないじゃん、見えなかったら。あ、タルパンさんかき氷ありがとう。私は制服を着たレジスタンス、大人に抵抗をし続ける。ありがとう、抵抗し続けます。ごめん、めっちゃ殴ったごめんなさい、抵抗し続けます、レジスタンスです私は。ありがとう、あ、石マッチさんありがとう。石マッチさん、じゃあこの銅像スタンプは、あ、あそこやります、レジスタンスの、千手観音みたいなところ、じゃんじゃんで、じゃあガチャガチャで糸糸糸、人形人形操ります。これ伝わる？あの感想のところでね、3人がね操るんですよ。そう、え、じゃあ分かった。あ、テリーさんペンライトありがとう、歌声素敵ありがとう。リオピって歌上手だよね、本当？嬉しい。そう、上手ってね思ったことないから、歌褒められるの嬉しい。あ、石町さん、クマさんありがとう。クマ、クマさん、クマさんありがとう。クマさんはね決まってないな。クマさんは、クマ
あ、あれ、あれいただこう。あ、でもダメだ、なんでもない。くまくま CD 食べれます。 CD 食べれるパワードすぎる。あ、じゃあ、あ、星集めしてくれ、いってらっしゃい。じゃあね、ニューシングル、ニューシングル載せます、かき氷に。NMB48 のニューシングルは、ニューシングル載せます。ちょっと、ちょっと待ってください。鉛筆削りします、鉛筆削り、鉛筆削りします。それか、今流行ってるのリンゴ飴だから、リンゴ飴乗せますか？どっちがいいと思います？ NMB48 のニューシングルが出るじゃないですか。ニューシングルを乗せるかリンゴ飴を乗せるか。めっちゃなんかもうジャンルの違いすぎる、2つ、ジャンルが違いすぎる、2つのジャンルが。どっちがいいと思います？だんだん流行ります、だんだん聞いてます。今年の大ヒット殴られた、ごめんなさい。あ、マスオさんハートありがとう。さっきのマリオはレジスタンスできないからなって言ってたっけ、一時前のマリオ。マスオさんハートありがとう。命のへそ腹をさあくくれ気合い入れるんだ、チャカチャカチャンありがとう。あ、ソフトクリームありがとう。10月発売のシングル、あ、そっか、10月発売でか、10月か発売。じゃあ夏じゃないけど、まあいいやよくないよくない。ソフトクリーム、ソフトクリーム直哉さん、パー、これは歌いすぎてる、ここはパーキングエリアに座り込んでは歌いすぎてる。青春の夏なんだ解禁欲望、ありがとう。ジュエンさんペンライトありがとう。ニューシングルさ、あ、レイに飴書いてた？ガチ？もう一緒、一緒じゃん、シングルとリンゴ飴の高低差。こんばんは、リオピ、こんばんは、こんばんは。みずきさんかき氷ありがとう。かき氷もらったらレジスタンスか。誰かの説教ガムシしている、ガムシしている、ありがとう。みずきさん食べれる方がよし、あ、そう、食べれる方がいい。じゃあカエル効果が流行ってるんで、カエルの人、あ、カエルか、カエルか、もしかしてカエル乗せとこう。嫌すぎ、さっ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 さ確かにパーキングエリアめっちゃ座ってるね。あの、自分のさ歌わりだからさ歌っちゃうんだよね、パーキングエリア。続きください、続きね。ペロペロしちゃおうぜ、ペロペロしちゃおうぜ、甘えてやる。なやさんありがとう、ソフトクリーム。今思い出してる、よく歌ってる箇所。新作にクレープの皮でかき氷をくるんでみる。あー、もうね、かき氷ね半分書いちゃったここに何乗せようかなと思って。何乗せる？難しいな。じゃあ両方乗せよう。リンゴ飴も、リンゴ飴とニューシングル乗せとこう。ね、ニューシングルの発売っていつだっけ？発表されたけど、あ、やばい飛んでっちゃった。ニューシングルの発売、
意外。夏終わっちゃうかな。10月4日は夏終わっちゃうね。じゃあ NMB の生写真にしようよ。生写真、生写真にしよう。じゃあまずリンゴ飴描きます。リンゴ飴、リンゴ飴描いてます。リンゴ飴と、てか今流行ってるもの全部載せようよ。じゃあリンゴ飴と、皆さん何が流行ってると思いますか。今今流行りの食べ物私に教えてくださいあ、いいね、生写真とアクスタめっちゃいいかも。メンバーの生写真とアクスタがついてますっていうやつ。いや今回のマングラ、1位の景品何なんだろう。よし、書けました。リンゴ飴、リンゴ飴書けました。リンゴ飴が載ってますここに10月4日か。やっぱりマリオの帽子も載っけとこう。マリオの帽子も載せますか。食べねえ写真だから、あの食べれるやつをちょっと書きました。どうですこれで。かき氷に生写真とアクスタ立てよう。じゃあ生写真、今回はの生写真は、私の生写真はね、あの浴衣だったんで、浴衣の黒浴衣生写真。私の生写真皆さん持ってますか。浴衣のやつです。持ってますか。今生写真描いてる。浴衣帯何色だったか覚えてないな。黒かな。リオピのせよ。リオピはこの世に一人しかいないんですけど、大丈夫ですか？公園の生写真。サイン入り、おいいねいいね。生写真いいよね。たこ焼き、あヤクルトヤクルト1000、ヤクルト1000は流行ってるね。あシェイクうどん、うわ食べたことない、まだシェイクうどん。カキ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 、食べ物以外でもあり、あ食べ物以外でもあり。かき氷でか、でかかったかな。かき氷生写真、生写真付き10円パン、あ10円パン、10円パン載せるか迷うな。10円パン、10円パン載せるか迷う。オタク感出ててよきね。いいよねいいよね、いいんじゃないこれ。
っと待ってね、今生写真書いてます。できた、できた。はい、これ生写真。NMB48 って書いとこ。マリオコラボのピの話。え、そうなんだ。10連パンがレーナ書いてたんだ。なんかさ、レーニャとさ思いつくの同じだね。あ、カヌレ、カヌレ美味しいな。カヌレも赤い美味しそう。きなことスタートフラワーのすことこ、もうリオピやん。それはリオピにオタにしか払やらんよ。あ、直哉さん音符ありがとう。ちゃん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 。ありがとう。カヌレマネーニャ書いてた。かろうじてなんとか持ってる。お、ありがとう。生写真持ってくれてる。景色の景色なんだろう。リクロおじさんのチーズケーキ、あ、さっき食べてたやつだ。生写真、浴衣写真のライブの日に地引きコンプしてました。え、すごー、ライブの日にコンプしたのすごー。あ、生ドーナツいいね。生ドーナツ加工、生ドーナツ採用です。タレパンさんありがとう。あ、待って待って待って、直哉さんさめっちゃ音符投げてくださってるけど、これ1,2,3,4,4回さ、4回イントロやらなきゃいけない。じゃあちょっといつもの4倍の力強さでいきますね。4回まとめてないで。ちゃん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 。ありがとう、なおやさん。あ、ペンライトいいかも。10円パンってまだ流行ってるの？わかんない。10円パン確かにライブ、前回の春のライブの時に食べたかも。大喜利というより好きなものを食ってる確かに。ちょっとアクスタも付けよう。アクスタも、アクスタさ人書くの難しいな。頑張るね。最近のアクスタ誰だ。衣装書くの難しいな。アクスタめっちゃ真剣にアクスタ書いてた。はい、これアクスタ、アクスタ。リオピの好きなもの全部載せていいのなら確かに無視して、あ、やっちゃった生ドーナツならレイナ書いてないから大丈夫。あ、生ドーナツにしよう。じゃあ待って、ジュンヤさん、ジュンヤさん、みずきさん、音符音符ありがとう。音符を止めるの配信もそれ無限、あの入場音楽になっちゃうから、世代交代前夜公演の無限入場になっちゃうから、無限入場になっちゃいますって。じゃあ書きながらやります。ちゃん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 。喋れませんこれ、喋れないって。まだローソンのカヌレ売ってるのかな、売ってるのかな。
ギフト投げたらなんかするシステムな。なんかね、ギフト投げたらお礼に世代交代前夜公演の歌を歌ってるっていう歌を歌ってるっていう、あの勝手にやってるやつだよ。あ、石町さんミラーボールありがとう。ミラーボールもらったら乗ろう。じゃありがとう。タレパンさんソフトクリームありがとう。ソフトクリームどう食べる、スプーンですくってちゃ美味しくない。Oh, oh, baby, スイートに行こう。お行儀悪くていい本能のまま。なんかもう声がなくなってきた。ありがとう、タルパンさん。音符を止めるな配信。音符を止めてください配信です、これは。なんだかんだ練乳は必要だよね。あの、好きないちご練乳にしようかな、味は。いちご練乳書きまーす。待って。生ドーナツ書かないと。なんかメロンパンみたいになっちゃったんだけど、ドーナツっぽさある？このクリームがちょっと出てるやつ、ドーナツっぽさあるかな。まあまあまあ、説明を書けばいいでしょう。はい、アクスタ完成。アクスタと生ドーナツ完成。ちやさん音符、音符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 ありがとう。なおやさんも音符ありがとう。深夜テンションでエンドレスジェネチュア配信行こう。してもいいけど、多分この配信から人がいなくなります。それはそれは人がいなくなります、きっと。ピンク色とか持ってないのかな。あ、ピンク色持ってた。ピンク色で描きます。いちご練乳ピンク色。今かき氷のね、ソース描いてます。いいんじゃない。でいちご練乳はえ、待って、ここの部分ピンクで塗るの大変すぎない？この部分をこの部分をピンクで塗るの大変なんだけど。やばいやばいやばい、音符が音符がじゃん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 めっちゃおもろいんだけど。銃投げたらどうなの、気になったので。銃投げたら銃投げたら、気分が楽しくなります。やばい、ピンクの上からさ練乳塗ったらさ、オレンジ乗ってるみたいになったんだけど。もうドット絵のクマさん投げたらマリオのモノマネしてくれる。いいよいいよ、マリオのモノマネするよ。テディさんペンライトありがとう。ジュンヤさん、もう永遠にさ一人でさ音符を止めるなしてるやん、やっぱり。ちなみにいつも黒タイガーの家に来て、何バットなんだろうこれ。説明ありがとうございます。いえ、いちご、そう、ジジありがとうございます。直哉さんグッジョブ、グッドゲームありがとう。はい、ということで
できました。私のかき氷、まず説明文を書いておきますね。こっからなんかさ、ここに書きたい、ここに何書けばいいと思う、ここの器に。自己練乳ってへいへいって趣味一緒、本当やっぱね違うよ。まなみが、にへいが多分私のこと好きなんですよ。確かにメロンパン、メロンパンっぽくなっちゃったかな。あ、牛さんさん、ソフトクリームありがとう。今はやりたいこと何もでき、何もやれないけど、全部食べて貯めておいて爆発させよう。ありがとう。食べたら絶対にお腹壊す。確かにお腹壊すね。これ富士山色に好き、待って、富士山色に全然そこで大喜利するんかいそこで大喜利し、もうここで大喜利しとるやん。どういうこと、何の配信これ。気分が楽しくなります。それはそう、写真にも垂らして。リオピの爆笑かわいすぎ、これはおもろいって。あ、テジンさんペンライトありがとう。もう今日しか投げられないからこの枠盛り上げます。ありがとう。ジュニアさん、ヘイヘイとマリオとお互いそう言い合ってて草。そうだよ、あのあれはね、マナミがね好きなんですよ、私のこと。もうむしろジュニアさん、チャン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 チャカチャン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 。もうこれ怒られそうなあやさん、ハートありがとう。やりたいこと一つも見つけられず、うつむくものよ、お前のその手のひら、腹の中で中腹空を切ってる。思い出した。あ、ジュンさん黄色のペンライトありがとう。日向になるんだ短っ面世代の渋谷、第2の渋谷なぎささん配信。いやもう渋谷なぎささんには及びません。早送り早送りするしかなかった。あ、テニーさんペンライトありがとう。え、ジュンさんタンポポのペンライトありがとう。最後のギュのとこかわいいじゃあタンポポ歌うね。タンポポどこがいいですか、好きな場所あります。ちょっとやばいやばい、説明文書かなきゃ書かなきゃ説明文書かなきゃ。いちご練乳、練乳NMB48 推しメンのアクスタ、アクスタ付き、NMB48 推しメンの生写真付き。はい、説明書きました。短っ短っじゃあね、過去の雨の日も今日のためにある。これは私の歌わり。あ、ジュンヤさん命のへそ命のへそありがとうって言いそうになっちゃった。あ、
え、待って、お早めにお召し上がりくださいってよくない？ここに書こうよ、お早めにお召し上がりくださいって、注意、お早めにお召し上がりください、お召し上がり、上がりください。え、可愛くなってきた、ほら、お早めにお召し上がりください。あ、命のへそありがとう。願い掴んでみたくないか、はい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 、これはいつもレイポン、わかった、レイポンのソロ、あそこ大好き。今流行り、流行り、流行りってこれで漢字合ってるかな、のりんご飴、なあやさん、タンポポのペンライトありがとう。通い慣れたはずのいつもの通学路、昨日までの僕とどこかが違うよ。ありがとう、テニーさんペンライトありがとう。うわ、待って、ジュンヤさんハートやばい、ハートがハートにハートにあれしてます。値段書いとこう、値段いいね、値段いくらがいいと思います、これ値段考えてください。ハートに溺れてます、私今。ありがとう、ハートたくさんありがとう。これ見えるかな、ちょっと近づけますね。推しのアクスタ付き、推しの生写真好き、いちご練乳、今流行りのりんご飴、今流行りの生ドーナツで、お早めにお早めにお召し上がりくださいって書いてあります。これはいくらでしょう、値段は。100円とかにしとく？最近のかき氷、あ、難波価格で708円、いいね。5000円、確かにこれさ全部買ったら5000円くらいしちゃうよね。最近のかき氷高いからな、ね、最近かき氷高いよね。でも美味しいかき氷、最近安すぎるみんながやってるのと。あ、マスオさん、ハート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 ありがとう。これなんだろう、ライフみたいな、ありがとうハート。これどうしますか、いくらにします、破格でいきましょう。時価って何、あ、その日によって変わるってこと？どうしよう。だって流行るのはちょっと、流行るのはちょっと優しめな気がするから、1メートルある？ 1 メートルあるかな、このかき氷。どうしようかな、うん、迷います。迷うな。だってさ、いちご練乳だよ、いちご練乳が100円は無理だな。あ、ミナナロ園とか315、315、なんで315なんだろう。
1108私の誕生日、明日の夜の公園行くぜ。ブブカさん待ってます。ぜひ水色と白のペンライト待ってるね。めっちゃ真剣に悩む。確かにそんな真剣に悩むことじゃない、本当に店出すわけじゃないのに。あ、ササさ最高、いいね、ササさ最高にしよう。ナイス直屋さん、いいです、ピンときました。私はササさ最高、お値段1101001000万10万100万やんこれ。まあいいんじゃない。ささささ最高、さーさーさ、さーいこーえん、さーさーさ、最高えん、いいやんいいやん、決めた。これにささ、最高、ディオピの好きな数字は、1と8。富士山、富士山か、243円、何倍何倍になっちゃった。オープン価格、いい車買えるで。確かにお財布には優しくない。いちご練乳かかってるから高いの。そうだよ、しかも見てこれ、誰の生写真かわかる、これ私です。これがだいたい330万します、この生写真が。で、330万がこちらで、でこれは、まあ、誰かのアクスタなのでメンバーさんの。これは3万円して、このこれのリンゴ飴が、3000円で、この今流行りのドーナツが、100円で、これ本体が50円となっております。よろしくお願いします、よろしくお願いします。いちご練乳かかってるから高いの仕方ない。そうです、これは、まあ、ちなみに50円なんですけど、よろしくお願いします。あ、名古屋さん、タンポポのペンライトありがとうございます。雲一つない空は鳥も自由に飛び、ありがとう、ペンライトありがとう。3000円以上するのは普通に居酒屋行きますか。まあ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 、300万ですけど居酒屋行きます。オープン確認してファンがリオピへの 愛の強さを測ればいい。オープン価格ってさ、どういう価格、高すぎる。そう、リオピの夏コンのやつです。これちなみに330万円です。すみません。330万の生地芯を氷に乗せる無謀。確かに確かに、それはそう。しかもさ、めっちゃさ、ベトベトになるよね、こんないちご練乳とか。しかもいちご練乳、練乳だからね、これ。でもできました、とりあえず。でもなんかここのスペースなんか余ってるから、なんか書こうかな。他に追加したいこととかあります？追加したいお値段とかさ、以外に。その方のリオピの直筆も持ってる、ありがとう。ジュンヤさんはもうリオピマスターだ、ポケモンみたく。本体の価格18金でできてるから生写真。あ、これそうです、あのゴールドです。これはもうキラキラしてますよ。
リョッピー、はい、リョッピーです、やっほー、テリーさんペンライトありがとう、お団子似合ってるって書いてて、似合ってるよって言ったそう、これね、この生写真ね、自分でね、めっちゃ好きなんですよ、お団子。わー、安い安い、練乳大好きです、リョッピーも大好きです、ブブカさん、ブブカさんか、ブブカさんありがとう、ぜひもっと好きになってください、これで、これを食べて、これを食べてもっと好きになってください、これを食べて。あ、スプーンつける、あ、ジュンヤさん、たくさんソフトクリームありがとう、もうこれは全部歌わなきゃ収まらないくらいすごいことになってる、どうしよう、そんなもたもたしちゃダメだ、早く早く、そんなもたもたしちゃダメだ、早く早くいつもポーズしてるんです、そこで。追加追加、あ、追加オプション書く、スプーンも書きたい、スプーンも。追加オプションは何ですか、考えよう、追加オプション、あと5分で考えよう、12時までだから。はじめまして、チラチラチラ、あ、リラッコちゃんありがとう、かわいいリラッコちゃん、リラックスしてるラッコってこと、かわいい。今ね、ナングラをで今年流行るかき氷を考えてます。あ、オプションでスプーンつけますお金取らないとスプーンもらえないっていう、とんだやばい。最近ナンバにハマりましたかな、なんだろう、まだ教えないけど、このイベとしてリオフィキになりました、フジキンさんありがとう、いいリーゼントだね、それ、それいいリーゼントだねアバター、あ、リオピのうちはいいね、明日の公演でリオフィソフトクリーム、リオフィじっくり見られてね、え、待って、もうめっちゃ緊張するんだけど、もうさ、このソフトクリームとかさ、命のフェスのチャッカチャッカチャンとかめっちゃ見られそうやん明日の公演でもうじっくり見てください、有料スプーンで行こうかな、どうしよう、こんばんはこんばんは、どうしようかな、じゃあ、有料オプション、ん、なんだっけ、追加オプションって書いてあったんだっけ、まあいいや、プラス何円で、プラス、え、プラスさ、1000円で、あ、プラス1万円で、推し面のうちは、プラス、やばいか、これ、逆に。やばいかな、逆に。こんなんやって、追加、スプーンまで、お金かけたら。いいリーゼントだね、いいリーゼント、すごく長い、みるみるするね、ありがとう、もうじゃあたくさん見てください、あのソフトクリームの時だけでもね、リオピの、あのペンライトカラーにしてくれたら嬉しいです。マリオの株が跳ね上がりましたありがとう、よかった、じゃあこのイベントしてよかった、手戻り、さやねん卒業してからお得してなかった、そうなんですか、で待って、それでこのイベ通してリオピキになった、嬉しいんだけど、さや姉さんが、さやかさんが卒業して以来、ぜひあのリオピにハマってください、もういつもねこんな変なことばっかりしてるのでハマってください、ジェネチェンの出だしのメロディーがもう頭から離れなくなってる、もうごめんすぎる、もう笑わないでね、最初のこれで、めっちゃ真剣だから , 笑っちゃダメだよ、推しメンが食べさせてくれるオプション、あーいいな、それもいいな、どうしよう迷う、めっちゃ楽しんでて可愛い、しかもさ、絶対商品化されるわけないのに、めっちゃなんか真剣に考えるっていう100万円 SDG なんでスプーン有料でいいんじゃない、だよね、
だからね、時代は SDGs だから。ペンライトカラーの色、水色と白です。水色と白です。水色と白だよ。変な子好きなのね。変な子、え、リオピって変な子ですか？リオピはほんまに塗りもありますよ。お、勧誘がすっごい、勧誘が。手間でもいつもマリオ見てたけどね。嬉しい。もうこれからもね、見てください。ずっと見ててよなので、私の自己紹介。ずっと見てて、ずっと見ててよよりさ、ずっと見ててねの方が良かったかな。今さら今さら、ずっと見ててね。明日キャンマチ入れたら絶対見てきます。嬉しい。入れますように。あ、やばい、イントロと同じことしちゃった。入れますように祈っときます。水色白は昼夜入るんで、え、本当？昼夜入るの？嬉しい。待ってます。うーん、日々の待ってます。あ、みずきさんありがとう。ここまでです。私の沼はここまでって決まってるので、ここまで使ってください。変な子否定はできない。くそ、明日自己紹介そっちに書いても誰も気づかない説。あ、じゃあちょっと変えてみようかな。絶対ダメ。いや、いいかな。静岡在住だから静岡県出身のリュウビ応援してる。本当ありがとう。一緒ですね、静岡。どうしよう。え、ここなんか書きたいな。え、じゃあこのさ、商品名書こうよ。商品名、商品名。え、あとさ、あと3分で商品名決めよう。やばいやばい、なんかさ、ジュリちゃんのイントロとかさ、やりすぎて時間がもう頭のてっぺんまで暴れてる。え、息できないよ。大丈夫？変えよう変えよう。あ、アミーペンライトたくさんありがとう。そこまでなのか。そうだよ、ここまで、ここまで使ってくださいって言ったら、昨日ちょっとクレームが入ってしまったので、クレームが入ってしまったので、ちょっとここに変更しました。手は動かせるようにちょっと改善いたしました。モバメやルームスもおすすめです。おすすめです。お見送りでなんかポーズするなら、こんばんは。あ、先にランキング読んどく。そうします。じゃあランキング読みます。ありがとう。ランキング読みますね。13位から読みます。13位、ゆうじろうさんありがとうございます。こちら、あちら、ありがとうございます。12位、デビルノイドさんありがとうございます。11位、たからのさんありがとうございます。10位、うちさんさんありがとうございます。9位、ロヒさんありがとうございます。8位、犬の気持ちさんありがとうございます。7位、マスオさんありがとうございます。6位、で、みずきさんありがとうございます。5位、なおやさんありがとうございます。そして4位、あみありがとうございます。3位、しまちさんありがとうございます。2位、テディさんありがとうございます。1位、ジュヤさん、たくさん音符ありがとうございました。ありがとうございます。ハートもありがとうございました。ありがとうございます。そう、富士山、これ富士山。あ、いいね、スペシャルなかき氷、いいね。他に案ありますか？スペシャル入れよう。リオピの目覚めどういうこと？何それ？なんだそれ？でもいいね、リオピの目覚め、なんか分からなくていいわ。リオピのスペシャルな目覚め、半目の輝きだから。半目の輝きはここにいる人しか分からんって。半目はいつも私が写真撮るときに半目ばっかり向いてるっていうことを知ってる人しか分からんって。
リオピ推しの頭の中、え、めっちゃいい。リオピ推しの頭の中デラックス。インカの目覚めって何？富士山ポーズしながらマリオって叫ぶ。あ、お願いします。それでインカの目覚めえ、じゃあリオピの、じゃあみんなの合わせるね。リオピの目覚め、待って、リオピの目覚めスペシャル2023、波線リオピ推しの夢の中どう？かっこ生写真を添えてそれにします。商品名、リオピの、待って待って、わかんなくなった。リオピのスペシャルな、スペシャル、リオピのスペシャル目覚め。あ、半目の輝きが入ってない、どうしよう。リオピのスペシャルな目覚め長い？マリオいつも見送りどの辺に並んでる？一番最後から2番目です。じゃがいも？あ、じゃがいもにする？じゃがいもにしますじゃあ雨の輝く入れなくていい。ちょっと待って、あと何分だ？なう、あと2分。やばいやばいやばい、注文するときが切れる。待って、かけるかな。いろいろ落ちた落ちた。リオピの笑ってかけないから笑わせないでじゃあもうリオピスペシャルでいきますね。リオピスペシャル、なね、リオピスペシャル、リオピスペシャルの目覚め、なんだっけ、リオピスペシャルの、リオピスペシャルの半目、半目のリオピスペシャル、何、もうもうどこ、どこに行っちゃったの。あ、そうそうそう、リオピ推しの夢の中ってリオピ推しの、リオピスペシャル、いやもう分からん分からん、あと1分。リオピスペシャルだから、じゃがいもスペシャルの半目はもう本当に意味が分かんないです。時間なくなるよ、ごめんごめんごめん。じゃあリオピスペシャル2023でいきます。できたありがとう、みんな配信してくれてありがとう。配信してくれてじゃない、配信ありがとう、来てくれて。明日は8時くらいからやります。またツイートします。ありがとう、見てくれてありがとう、お疲れ様。